1977年の木の駅と、周囲約500メートル範囲、上が、しほろ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成木の駅は、かつて、北海道加藤郡乙府県町木野台通西六丁目に存在した、日本国有鉄道しほろ線の駅である。電報略号は木野開設当初駅は、 農場の中にあり、駅名はその農場の所有者であった木野仁太郎の姓に由来する。1987年3月23日、四方路線の廃止に伴い、廃駅となった。1896年に木野村仁太郎が、同地に木野村組合植民農場を開設し、その農場内に駅ができたことによる。廃止時点で短式ホーム一面一線を持つ、 地上駅であった。かつては、単式ホーム、島式ホーム複合型に面3線の交換駅で、他に、駅裏に側線と帯広方から分岐し、駅舎横への貨物積み下ろし線を有していた。これらは交換設備及び貨物取り扱い廃止後に撤去され、駅舎側の単式ホーム前後の線路は、電鉄機の名残で湾曲していた。ホームに接する駅舎は、 駅構内の東側にあった。駅の西側には昭和石油の輸送所があり、そこへの専用線が駅から分岐していた。駅の東側を国道241号が通り、駅の西側には木の農業共同組合の倉庫などがある。専用線が伸びていた輸送所はすでにない。ありがとうございます。